そうですね。えっと、まず、逼迫っていうのが一番おかしいと思ったんですよね。で、まあ、なぜかっていうとですね、そう、1年半前なんですけど、えっと、まあ、コロナが2020年の1月ぐらいからちょっとずつ言われ始めて、えっと、まあ、夏過ぎぐらいから、なんか、ちょっとひっ迫みたいな言葉が少しずつ出始めて、みたいな感じで。で、まあ、毎回こう、波が来るたびに逼迫って言ってるんですけど、そもそも救急病院とか ICU とか、 常に逼迫なんですよ。僕、本当に救急病ずっとにいたので。そうですよね、もともと。もともといて、でえ、重症者のベッド数なんてそもそも20もなくて、まあ、十何床ぐらいしかない。もう少ないところはもう本当に5床6床とかぐらいしかない中で、その中で、毎日、夕方の5時ぐらいになった、五時前ぐらいになったら、ベッドを最低1個開けないといけないから、なぜかっていうと、 夜、救急車で来て重症の人を入れる部屋がないと困るから、まず最低1個開けないといけないから、わざわざその中で一番まあ重症度が低い人を わざわざこう中等度部屋まで連れて行って1個開けるみたいなことをしてたんですよね。もともと逼迫してて、もとと病ベッドの調整をしないと開かなかった状態なのに、コロナ禍だけでなんか逼迫逼っ迫って言ってるか何を言ってるんだっていう、もともと病院、救急病院は日本は逼迫してるんだっていうことを言い始めたのがきっかけですね。病院って一括りに行っても多分その科によっても違うだろうし、うん、病院の規模によっても違うだろうし、当然救急病棟と普通の病院によってももう全然多分、あの、雰囲気 とか忙しさっていうのは違うんでしょうね。うんうんうん、全然違います。僕その救急病院で8年ちょっと勤めたんですけど、その後に。 療養型の病院とか、まあ、えっと、要は救急病院から一回退院をして家に帰れない人とかが入院する、転院するっていう形の病院だったりとか、あと、老人ホームとかにも勤めたんですけども、やっぱね、全然違いますね。こう、仕様も違ってくるし、入ってくる、入院してくる方も違うんですけど、よく今コロナで対応して重症度対応できるのって、そういう総合病院だったりとか、大きい病院で指定を受けてるところしか基本できないので、なので、 それは指定をするって、まあ、救急病院だったらいろんな病院でもいいかもしれないんだけども、指定されたここの病院みたいな感じにされちゃうと、もう、本当に病院がもうどんどん限定されてしまって、そこでしか入院できなかったら、なおのことも入院できないよねと、それは逼迫するよねという、もうそういうのがもう、 分かりきってることなので、やっぱり大きい病院とか、そういう総合病院、大学病院とかじゃないと対応できないっていうのも一つ問題だなって思ったんですけど、それはまあ今回の逼迫の原因だなと、原因だなというかまあ逼迫、逼迫ってい言いたい原因なんだろうなというか、そういう理由付けなんだろうなって感じはしましたね。ちなみにコロナが流行り出した頃は救急病棟ではなくて、 他のところで働かれてるあそうですね、コロナが流行り始めているときは、えっと、その療養型の病院とかで勤めてたんですけど、えっと、どういう方が来てたかっていうと、その、さっき言った大学病院とかでコロナの治療をしましたっていうような方で、でそのコロナの治療でコロナが良くなってすぐに家に帰れないとか、もともと施設に行って、はい コロナにかかって、そしてその大きい病院に行ったんだけども、そこで治療して、まあコロナ自体は良くなったと。だけども、ほぼもう寝たきりになってしまったからって言って、来るようなっていうような病院だ、病院っていうかまあそういうところだったんですけども。まあだから結局ですね、そのご飯を食べれても、あの、 ちょっとかしてた人たちがコロナになってることが多かったなっていう印象はありません。これは僕の経験上なんですけど、そ、はい、の中でコロナになって、やっぱり寝たきり状態になって、まあ、2週間とかずっと寝たきりもうほとんど起きれない状態になってしまってて、まあ、点滴とかでなんとかこう命を繋いでっていう形で、すぐに施設には戻れないから、一旦っていうような感じですね。はい、一旦病院に転院してっていう形だったので、 なんか、どういう方が多かったですかって言ったら、やっぱりもう、なんていう自分でご飯を食べることができない方とかが多かったなっていう印象はありますね。はい、僕の、まあ、勤めてる範囲ですけどね。もともとということですよね。そうですね。その方がコロナで、はい、えっと、さらに、ね、まあ、寝たきり状態に近くなってしまって、ご飯が食べれません。で、色って言って、お腹のところに管をつけて、そこに、こう、はい、なんていうか、栄養剤っていうのを流してっていう風になっちゃうから、施設には戻れませんみたいな感じで、はい いうところが多かったな、こうそういう方が多かったなっていう印象ですね。ちなみにそういうまああのま介護施設とかもそうかもしれないんですけれども、そういう療養型の施設とかって、あのインフルエンザとかも結構脅威。 じゃないですか。まあ、他のいろんな感染症とか、はい、いろんなウイルスとかってあると思うんですけども、はい、その今までもやっぱりそういう傾向があって、そのコロナとはやっぱりだいぶ違ったんですかそうですね。コロナの対応と、えっと、そのコロナの前の対応っていうのは、うんまあ、ルールが違うので、そ,<う>その分大変になるっていうのはありますね,ですね。それはあると思うんですけど、なんか老人ホームとかにも勤めてたって言ったんですけど、うん はい、基本、そんなになんかこう厳しくしてるっていう感覚はなかったんです、今までですね、今まではなくて、結局、老人ホームとかは、みんなでご飯食べたりとか、みんなで喋ったりとか、みんなでレクレーションしたりとかっていうのが、普通にこあったので、なので、うん、なんかこう、みんなで楽しむ中で、じゃあ、みん例えばなん,んですか、みんなこう、なんか感染対策をすごい厳重にしてたかっていうと、今のこの2年ぐらいの感覚とは全く違う。 まあどちらかというと楽しむっていうことがメインになってたので、そ,でね、その楽しむっていうことがそんなにできなくなってしまってるっていう感覚、まあどちらかというと何ですかね、感染対策ばっかりにこうやっぱシフトしちゃってるっていうことはあったんで、そうで,ね、そうですね。環境はちょっと違ったなっていうのは感じます。これは僕がその老女ホームに勤めてたそこの感覚なんですけど、じゃあなんか変わったかって言ったら、まあ、そういう大きな変わりがあるかなっていう感じですね。今まではそこまでレクレッ レクレーションとかも、その感染対策とかをしてなかったんだけども、まあその、この2年間ぐらいには、結構こう、対策をしても、ほぼレクレーションも、もう短時間でとか、なんか誕生日会とかも、毎、もう毎月してたりしてたんですけども、それも短時間でとか、本当そんな感じで、なんかこう、かなり厳しくはなってるなっていう印象は受けましたね。なんかどなたかの看護師さんかなんかの投稿を見たことあるんですけれども、もうほぼ寝たきりになってる人にも、これをさす、はい、マスクを。 させているのを見てすごくなんか心苦しくなるとかね、そういう投稿を見たことあるんですかあ,ありましたね。なんか、うん、僕はあの、ちょっと一番不思議だったのが、その、なん,んですかね、僕が行ってた老人ホームって、え、ね、っと、まあ、何個かあるんですけど、気管切開って言って、ここにあの穴を開けて、ここに管を入れてる方いらっしゃるんですけど、はい 気管切開してるのに、口にマスク当てる人とかいて、なんでしてんだろうってここで息をしてるんですよね、結局。あの、その札をですね。で、してるのに、口の中分かりマスクしたりとかしてたから、それなんでしてんだろうというふうにもうちょっと、疑問に思ったことがあるようなことも結構してるところもあったんですよね。なんかもう僕はもう何も言いませんでしたけど、言っても結局分かってくれないからですね。本当普通に考えたら、これなんでって思うことも普通にあったんで、 うん、多分、昔、すごい、うんまあ、恐怖心とかもいろいろあったんだろうなと思いますけど、はい。まあ、でも、そういうことが意外といろんなところでいっぱいありますよね。<laughs> なんか、素人目線で見てもおかしいだろうっていうことが一応ルールだからっていうことでやらなきゃいけないみたいなことが、すごくまかり通ってしまってるなっていうのは、すごく僕も思いますね。そうですよね。はい、いや、これはもうね、あの、本当に、なんて言うんですか、多分現場で働いてるとこ、僕、その、コロナ禍の現場っていう、それ救急現場では働いてないので、うん コロナ中の救急現場の働いてる人たち、要はもう、まあ僕の前の病院のこう同僚とかも働いてるわけなので、そういう人たちに聞いても、まあ大変だけども、その分給料は上がってるから、だから別になんていうんですか、まあ、大変できついけど、まあそれはもういつもきついことなので、だからといって、じゃあその残業が何時間も増えたかって言ったら、いつも残業してた分が、プラス何日間か残業が1日か2日追加で増えたっていうところが、 ほとんど聞いた限りはそんな感じだったんで、だからまあ、その分もらってる、給料としてもらってるっていうのがあるから、なんかその不満を言ってるっていう感じではなかったんですよね。